時間も見てもらいましたDVD ってね1時間分見ないといけないもんね。そうですね、うん、まあ今日は緑川さんに来てもらってマッハが撮った動画のチェックをしていただきました。それでは一言マハ君。はい、今日は DVD の事前のチェックをさせていただいたんですけれども、山岸先生と一緒にお仕事するのは2回目ということで、確実に前作よりいい作品になったなと思います。自分でも自信作です。衣装がすごく白と黒でテーマがあって、こういう風に撮っていただいたのも初めてだったんで、ちょっと新鮮な気持ちで見ることができました。多分皆さんもすごく楽しんでもらえる作品になってますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。この海九十九里なんだけど、この彼女の後ろにね、はい、ここら辺がオリンピックなの、サーフィン、この辺でサーフィンのオリンピック。そうなんですか。ここに僕のマンションがあるんで全然大丈夫こんな感じで、ね、とってもいい綺麗な 海を撮れたしね。なんかね、どっかね行きたいと思うんだけど、なかなかねチャンスがなくてね、他の事務所の皆さんはね、ちょっといろいろ沖縄とか行くんだけどね、どっか行けないのかな。もう2回と前に行かないタイミングは大丈夫だね。そんな感じでまたこれをバシッと打って第6弾、はい、ね、たくさん DVD 出していきたいと思います。頑張ります。いいね。